日本一愛知の会は愛知県知事大村秀明がかつて代表を務めていた日本の政治団体 NHK における選挙速報時の略称は非愛、大村新党と表記されることもある愛知県を活動範囲とする地域政党で2010年12月7日当時愛知13区選出の衆議院議員だった大村秀明が設立した設立理由は 愛知県や名古屋市を国の一律、横並びの規制、制度から解放し、国に頼らずに、日本で一番自由かつ競争を促せる、制度、政策を行い、世界と戦える地域にするため、一方で、県議会での多数決がないと政策が進行しないからとも述べている。シンボルマークは、大村に似た顔をした犬。設立当初は、 大村の県知事選挙活動のサポートを主にしていたが、2011年2月6日に、大村が初当選すると、同年4月10日の愛知県議会選挙に向けて、県内に議員を多数擁立した。大阪維新の会に習い、大村は、私の政策を支持するなら、どの政党出身者でも問わないと発言した。実際、蒲郡市など一部選挙区の議員は、 民主党や自由民主党などの既存政党から離党し、日本一や一の会の公認を受ける形で政治活動、選挙活動を行った。2011年4月10日投開票。大村は24人の公認候補者を擁立した。当選者は稲本和人、野中康史、高久和敏道、その山康を、浅井清治の5人。稲本と浅井は無投票当選。 同じ地域政党で躍進し、第一党を確保した大阪維新の会、2011年の名古屋市議会選挙で躍進した勢いを借りた、減税日本とは対照的になった。推薦をした自由民主党愛知県連議員を含めても狙っていた単独過半数を若干下回る45議席となった。単独では公明党に続く第5党であった。豊田市選挙区では、 みんなの党で公認を受けていた候補者が一転して、日本一愛知の会へ蔵返して出馬したが、落選した。2015年4月12日党開票。日本一愛知の会は、候補要率を見送り、統一会派を組んでいた減税日本も全員が、落選したため、愛知県議会における勢力を失った。2019年11月に公表された政治資金収支報告書によれば、 現在の代表は、名古屋市森山区四軒屋の医療法人カナル会、高二病院の理事長の重富良が務めている。また、岡崎市に支部がある。など、詳細は、日本一愛知の会マニフェスト参照。名古屋市長の河村隆が率いる減税日本とは、政策を共有し、2011年2月6日に行われた愛知県知事選挙では、 双方の応援組織の戦略会議を兼ねた、親睦会や打ち合わせを、愛知県内の離島や名古屋市内の繁華街で行ったり、自転車遊説を行ったり、2011年4月10日に行われた愛知県議会選挙では、双方の候補を推薦するなど、連携関係にあった。2011年4月10日に行われた愛知県議会選挙では、基本的に名古屋市内では減税2本。 それ以外は、日本一愛知の会の候補者を擁立することになった。4月22日には、愛知県議会で、統一会派、減税日本一愛知を結成した。公約を除いて、党議拘束は設けられていない。しかし、2011年の愛知県議会選挙で、当選した愛知の会所属の議員の中には、あくまで、大村支持であることを打ち出し、 川村への賛同を表明していない者も,もいる。大村の政治思想は、川村のそれとはかなり異なっており、いつまで両党の連携が続くか疑問視する見方もある。2012年8月14日、中京維新の会について、川村隆は信頼関係が傷つけられた。一緒にやっていくことはできないと述べ、連携しない意向を明らかにした。橋本徹市長は、 東海大使塾を立ち上げにおいて激励のメッセージを送っている。その中で大阪と愛知が連携して日本を変えていきましょうと語った。みんなの党は2011年愛知県知事選挙では薬史寺道を擁立し争った。しかしアジェンダが一致するところは協力したいと語っている。大村が所属し県連代表も務めていた自由民主党愛知県連は離党してまで 愛知県知事に立候補した大村を除名し、県連所属議員に、重徳和彦を推薦すよう働きかけた。しかし、大村が県知事に当選後は、石原信明が大村との関係修復を模索し始めた。また鈴木正次代表以下執行部が総辞職するに至り、公認に、大村に理解のある寺政学がついてからは、大村との和解が進み、 津島市など一部地域では、日本一愛知の会の推薦を得られるようになった。ところが、2011年3月3日の定例県議会一般質問の中で、自民党員の津井高也から、河村をアドルフ・ヒトラーに、大村をベニート・ムッソリーニになぞらえあゆする発言、同じく、立松サ信が、知事の元秘書の介護事業をめぐるトラブルについての質問を行ったことに対して、 大村が激怒。4日に48人の同等公認候補のうち一人の新人を除いて当面協議を凍結すると発表した。また、筒井が議席を持つ名区には対抗馬として河村の後援会幹部だった三宅伊佐を候補者に据えると発表した。その後大村は県議会選挙が迫ったことを理由に3月16日に推薦凍結を解除し、 翌十七日には、同党公認候補十人、十九日には同じく八人を推薦し、最終的には二十一人に推薦を出している。ただ、二千十一年の愛知県議会選挙では、愛知県連は四十九議席を獲得したものの、うち二十議席は、愛知の海推薦で当選した候補者であり、中には、半代村を打ち出せば、愛知の会への倉替えをすることも辞さないことを、 公言する議員もいるため、大村派、反大村派との主導権争いが起こる、可能性も指摘されている。なお、河野太郎、菅義偉など、一部衆議院、参議院議員や愛知県連所属議員の中には、愛知県知事選挙の際、党本部が重徳を支持の方針に止めたため、公然内しは秘密裏に、大村を支持した者もいた。河村とともに、 小沢一郎との面会を行っている。また、釜マゴ氏、カスガ氏などの選挙区では、民主党推薦内氏は所属していた候補が、暗返するなどして、公認、推薦を得ている。民主党愛知県連では相次ぐ離反、県知事選挙での敗北や市議会議員選挙での惨敗を受けて、愛知の会への歩み寄りを見せる動きもあるものの、県連内では、 県議選に向けた歩み寄りに反発も予想されており、推薦を得られるか微妙な関係であったが、愛知の会は、豊明市選挙区で立候補する候補に推薦を与えている。しかし、愛知の会が、愛知県議会選挙で惨敗後は、民主党愛知県連との接近を試み、双方が会合を定期的に行うことで合意している。自民党への牽制を図るために行ったものと、考えられる。 公明党とは2011年の愛知県知事選挙で大村を支持していることから愛知県議会内では2011年4月10日現在減税日本とともに与党でもあるまた2011年3月13日に行われた名古屋市議会選挙4月10日に行われた愛知県議会選挙では同党から出馬する議員の推薦を行っているただし自民党とは 国政の流れから優等関係を維持している。ありがとうございます。